いやー危なかった。まカルマリータちゃんには悪いけど、今回も俺様たちの勝ちだ。このデータファイルがあれば父ちゃんの敵が出る。あれはまだ俺が子供の頃だ。よく父ちゃんの膝の上で遊んでたっけ。俺様の一族は代々伝わる義族の家系、そして受け継がれた技をまとめたのがこのラクーナの名称。その洗練を極めた忍びの技だが、そこには必ず守らなければいけない厳しい掟があった。義族たる者、名誉にかけて狙うは悪党のみ、善人からは奪わない。ところが俺様が秘伝書を受け継ぐことになったように、突然5人のギャングがやってきた。奴らは俺を守ろうとした父ちゃんを、そしてとうとう見つけ出してしまった大切なラクーナの秘伝書を。奴らは俺様の全てを奪いやがった。きっと中に書かれた技を使って悪いことをしでかすに違いねえ。そして俺様は一人ぼっち町の孤児院に入った。だがここで素晴らしい仲間に出会った。天才発明家、頼れる相棒ベントへ、そしてマーヨ、食いしん坊でちょっとドジだがまあ憎めない弟分さん。仲間と一緒に俺様は父ちゃんの仇を討ち、そして秘伝書を取り返す。クーパーの名前に恥じない義族になれるか、それとも失敗してご先祖の顔に泥を塗るのか。さあ俺様たちの運命はどっちだ。